きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、2023年の総括、そして来年の課題というところで、今日は、ソフトバンクホークス。はい。ねえ、俺優勝予想。いや、私も、まあまあ優勝予想、まあ楽天にしましたよ、楽天ファンだから。でも、そもそもこう、最初はやっぱりソフトバンクがダントツ1だと思ってました、うんうん、近藤補強して、はい、オスナ補強して、うん、でもその2人は見事な活躍だったね。いや、いい活躍でしたね。近藤もね、二冠王になったし、オスナもね、守護神で1年間はね、フルに活躍して、はい、しかも来季残留が決まって、はい、なのにギリギリ3位、うん、でもシーズン途中の12連敗か、あれ言いたかったな。連敗そこまで行きましたっけ。オスナにがサヨナラホームラン角中に打たれて、はい、で、あの実況の清水さんが、はい、サヨナラホームラン、ソフトバンク12連敗って言ったら、はい、ホークスファンのファンにカチンときたんやろな、はい、あの炎上してた。でも事実ですよね。で、なんでそんな力上げて負けたことを強調しなきゃいけないんやっていう、はい、ああ、なるほど、そっちで、うんうん、ロッテ連勝とかでいいやないかっていう、なんで守護が負けた方になってんだよって言って、うん、あの大炎上したらしい。そうなんですか。でも言った本人は事実だけ言ってるだけだから、はい、別にあれなんだけど、うんね、大炎上して、だからもうホークスはやっぱり強い、ずっと強いチームっていうのは、うん、あの免疫ないから、はい、強く負けることを言われると、うん、多分アレルギー反応を起こすやろな、みたいな。そうですね、そんなこと言われたことないのにみたいな、うんうん、まあ、でもこうアナウンサーとしてもちろんさよならをあれして、そのでもフォークスは12連敗です、でもいいんですけど、でもその中そのインパクトってあるじゃないですか。力入れてなんで言われなきゃいけないんやって、はい、もっとさらっとでいいやないかって。まあ、てかあれが痛かったね、うん、はい、でもあれなんで12連敗したか知ってる？なんで、うん、でもなんか先発がこう、あれなんか先発もともとすごいいたと思ったのにいないなっていう印象ありました。いや、もうあれの最大の理由は、はい、日本ハムと当たらなかったことだよ。そうなんですか。同時期12連敗だから両方チーム、珍しいよ。すごいですね。ソフトバンクも日本ハムも12連敗ぐらいして、うん、どっちもそんな時期ありましたね。同時期に、はい、あの平行線で、はい、だからそこが当たってたらどうせ3試合したら3連敗はないと思うね、うん、どうせ2勝1敗か1勝2敗になるから、うん、そうですね、そう止まってたのに、そこの戦いがなかったから、うん、多分続いたと思うよ。日本ハムはずっと接戦負け接戦負けって言ったんですね。そうそうそう、1点差ね、うん、そう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 、はい、まあ、その中でね、はい、まあ、3位っていうところでね、はい、まあ、チーム打率はね、うん、2割4分8厘と、はい、パリーグ2位、うん、打点は513で1位、はい、ホームラン104本も1位、うん、ね、でヒットが1185本で2位、うん、で、OPS679 も2位、はい、得点圏打率2割5分1厘は4位、はい、で、得点536は1位、うん、でフォアボール484は2位、うん、で盗塁73は4位、うん、盗塁成功率7割9厘は3位、うん、でバント107個は3位で犠打成功率8割4分9厘は3位、ちょっと低いね、うん、成功率が。でエラー47は一番少なくて、代打成功率はちょっと低いけど、はい、だそんなめちゃくちゃ打撃成績は悪くないですね、うん、まあ、悪くないんだよ、うん、でも何かがめちゃくちゃいいわけでもないし、はい、っていうところはあるけどね、うん、で、投手成績、はい、防御率 3.27、うん、こちらが4位、4位か。で先発防御率 3.63 は、ワースト2位、はい、で救援防御率 2.68 は1位、うん、基本塁打111本は1位、うん、一番打たれてる、うん、まあ、でもそれペイペイ狭いからね、はい、仕方ないのよ、うん、であとフォアボール438が2位、2番目に多く出してるんですね、うん、デッドボール61個も2番目に多いっていう、だからちょっと無駄なランナー出しすぎだね、うん、正直ね、はい、被打率2割3分1厘は3位、はい、でもクオリティスタート率 38.46% はダントツ少ない、うーん、で援護点 3.66 は1位、はい、っていうところが、うん、まあ、成績なんだけど、はい、もう理由は明白だね、うん、先発が悪すぎるね。そうですね、もう明らかにね、うん、先発はあの一番勝ったのが10勝有原、はい、でも有原も途中からだからね。そうですよね、途中から出てきて10勝っていうところで、うん、はい、まあ、あとはね、スチュワート・ジュニア、うん、14試合登板3勝6敗、はい、3.38、 これ厳しかったな、うん、そうですね、見てても、うん、もうストレート力があったらいけるけども、それ少し打たれたらもう終わってたもんな、はい、で東山、うん、6勝7敗防御率 4.52、うん、きついよな、うん、和田8勝6敗 3.24、うん、だから和田が2番目じゃダメなのよ、うん、そうですね、和田が5番目6番目来たらやっぱりいいよね、うん、
貯金作ってますからね、うん、和田投手ね。で阪神から移籍したガンケルも5試合登板0勝1敗、はい、石川修太4勝8敗 4.15 のひともらしてるんですけどね。そうなのよね、はい、で大関 2.92 5勝7敗、で藤井耕也最初先発だったけど途中からリリーフ行って ねで坂東もまあ先発してた5勝4敗 3.04、はい、っていうところでね、先発やっぱ先発がだいぶ苦しいな、これは。いや本当千賀投手抜けて大丈夫かと思ったけど、でも人はいるなと思ってたんですよね、開幕前は。でもこれはもうちょっとだいぶ厳しいぞ、これちょっと厳しいです、ね、でもリリーフはね、あの津森が56試合投げて 3.51、又吉32試合で 2.25、うん、で武田翔太29試合で 3.91、はい、甲斐野が46試合 2.53、うん、大津が新人で46試合 2.43、うん、よかったですね、うん、思い出の27試合で 0.98 で藤井小屋がね、まあ、リリーフも行ってもらうし、はい、で、田村45試合で 2.38、うん、だから多分もう左の若干サイド店森福加山田浦っていう継承されていってるの、うん、で松本ね勇気、はい、53試合登板 2.68 っていうね、うん、ところで、まあ、リリーフはやっぱりでモイネロが来年から先発するらしいんだよね、うん、あそうなんですか。そう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 、本人の希望でピッチャーやな先発。いや先発ですね、うん、先発もおらんしな。だから俺でもホークス、逆襲ホークスのウルトラシー、これ来たウルトラシーちゃうかと思ってる。ウルトラシーやります。うん、うん、バウアー。わあ、あ、そうだったわ忘れてた。だってなんかフルスレッズとあんまり契約そんななんか合意じゃないみたいな、メジャー移籍もまだね、うん、簡単にはね、まあ、どうなるか分かんないけど、うん、なんか簡単じゃないみたいな報道もあったし、うん、でそしたらね、マネージャー、はい、でしかもなんかね、うん、DH やし、うん、打つこともないし、はい、で中4日5日で回って、うん、なんかもう10億円いくよな、うん、最低でも。だって今年結構年俸高い人切ってますからね、ホークス、うん、20億ぐらいいっちゃうんちゃう、20億ぐらい、うん、1年もう3年で、ま、そうですね、うん、それか10億円で一生1億、一生1億なるほど、うん、だ15勝したら15億、15億、うん、わーお、うん、これマウが来たらもう一気に優勝候補に躍り出んねん。プラスホームランも40本増えるかもしれないですよ。なんで山川選手入ってきたら。おいだから、まあ、もし山川が来たらね、ファースト山川、うん、セカンド三森、うん、で栗原の毛が痛かった今年。痛かったですね。痛かった。来季はもう大丈夫じゃないですか。でサード栗原、うん、でショート今宮、はい、で外野が近藤、ま、牧原途中でいなくなったも痛かったよな、怪我で、はい、すぐ怪我しよんで、ホークス、ほんと、はい、元気にやろう、ちゃんとやろう、そのコンディション部門今宮選手やね、弱い、ほんと、もう怪我に弱い、怪我がし、宝の持ち腐れやで、うん、なあ、もう、はい、無事これ名馬だからね、うん、で、ライト、ギータ、はい、で、DH、だから DH はギータと近藤とか、回しやな、うん、回しながら DH を休養として、はい、もしくは外国だから外野の外国人いるな、うん、そしたらウォーカーがいる。あ、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、そう、忘れてた、トレードだった、忘れてた、もう、はい、昔すぎて。そうですね、ああ、いやいや、ウォーカーがちゃんといますよ。あ、ウォーカー、じゃあウォーカー DH や、うん、そうですね。あ、じゃあこれあるな、うん、山川が来て、だってウォーカーも、うん、下手したら30発ぐらいホームラン打つかもしれんね、はい、打つだけ1000年で、うん、ペイペイ狭いし、はい、あるな、ありますね。全然、いや、打撃陣はかなりいいかもしれないですよ、ね、ピッチャー、やっぱピッチャー補強してくるやろな、うん、でもだ、あとモイネロが先発来たらどうなるかだね。そうですね。あとはね、あれがあるから、あの人的保障問題かね、うん、誰出すかっていう、そうだ、うん、もうあるからね、はい、ホークスでもちょっとまだ未知数ですね。でも夢あるぞ、でも打線は。あります、あります。打線やっぱ先発やな、うん、もう先発がどう頑張れるかで、うん、ちょっと勝負は決まりそうやな。決まりますね、うんうん、で、バウアー入ってきたらやばいですね、もうね。バウアー来たらもう優勝やこれそうですねどうかんで、だってバウは中4とか5で回るから。そうですね、2週間で3回絶対投げるからね。気合が違いますからね、中4でいくって。そこは出て投げさせてくれて、それも条件だし、うん、だから1ヶ月で最低6試合は絶対投げるから、はい、6試合で、であんだけ打線の援護あったら、でだから6試合をもし1年間持ったら、うん、36試合投げんねんで、はい、6ヶ月あるから、うん、いくぐらい36試合、うん、20勝いくな、ね、で一生1億円、はい、ボーナス20億いっちゃいます、うん、で元の10億の基本金あるから30億、はい、わー、ビッグマネー。これバウバー次第、バウバー次第やな、はい、
で中をちょっと薄くなってみたら、思ったらペルドも取ってくるんで、ダメ。ゼロってから。ペルドも取られるんですか、そうだ。ペルドもあるな。ペルドもこの2大作戦もあるんですよ。モイネロ、ペルドモ、オスナ、うん、あ、でもそう、バウア来たらそんな並べれないからね。そうですね、いやでも、まあ、でももうバウアしだいな、はい、バウア山川しだ、夢ありますね。あ、夢ある、うん、あっていうところでね、はい、妄想を含む解説でした、はい。